ダンスでさ、あのお尻だけをブリンブリンさ上下に振るやつ今練習してんだけどさ、それやったらさ、これなんか前に進んじゃうんだよこれ。どうしてな、こうマジで。今回紹介するのはギターを始めたい方、初心者の方には超おすすめのギター、ラバミープレイ。開封するぜ。ピック、トリセツ、浮くやつ、六角レンチ、ギター本体、ケースの素材なかなかいいです。中央だけ伸びる一本のストラップ、これどうなの。低価格にしたいからってこれバカにしてんじゃないの。いい。でも俺バンドギンギンにやってた時は前で抱えて持つスタイルなんだよな。さすがにそれは着心地良くないと思う。ピー。それでは早速開けてみましょう。どうぞ。チロリ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 。白い袋をブリン。ボディー側もブリン。チャイちゃんもブリン。カリンちゃんもブリン。そしてスタッフさんもブリ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 。厳重なコンポを外すて、グターのヘッドから見てくっぺよ。黒のスバンが綺麗だっぺ。トラベルのサイズのグターだからネックがちょっと短め、ちっちゃなオナゴも弾きやすいってか。スロの天板もかっこいいっぺ。ここにボリュームのポッツと電源のポッツがついてるよ。んなもしかしてチャイちゃんにもついてるっぺか。ファイ、電気がついた。子供大きくなった。スタッフさんです。チャイちゃん警察。素材は HPL という素材のようです。めっちゃ木っぽい。サイドも見てきましょう。カラーはライトピンク、一番可愛いのを選びました。スマホの画面みたいのがついてるのが一番の特徴。後でゆっくり見ていきましょう。音の調節するペグもしっかりしたものがついてます。それでは皆さんお待ちかね、電源を入れてみましょう。かっけー。最初はアップデートが必要みたいですね。アップデート完了。機能もりもりの画面を見ていきましょう。チューナー、テンポ、エフェクト、レコーダー、練習、ライブドラム、学ぶ、創作、ランキング、写真、音楽、設定、アップデート。機能がありすぎて逆にわからないよね。大丈夫ちゃいちゃん、今から紹介する機能だけで十分楽しめるから。嘘ばっかりね、奥さん。まあ見ててよ。まずはギターを弾く上で最も必要なチューニング。まずは6弦。めっちゃ気持ちいい。過去に様々なチューニング機を使ってきましたが、こんなに気持ちいいチューニングは初めてです。この滑らかなメーターの動きとチューニング合わさった時の音、気持ちいい。チューニング完了。次はテンポ。これはメトロノームのことです。いい感じ。スピードを少し上げて、テンポに合ってる演奏はとてもうまく聞こえます。僕は苦手。テンポに合わせてギターを弾いたら上手くなっちゃうよ。続いてはギターの音色を変えるエフェクト。なんとこのモデルは26種類。その中からおすすめ3つを紹介したいと思います。エフェクトをイメージしたこのイラストも可愛いですよね。それではいきなり一番おすすめのエフェクトから。コーラス。まずはエフェクトオフの状態。そしてコーラスオン。この揺らぎが気持ちいいんですよね。続いてはブレイキングドーン。まずはオフの状態。そしてエフェクトオン。楽しい。なんで残響が残るだけこんなに楽しいんでしょうか。やっぱギター弾きたくて練習するなら、まず第一に楽しくなきゃいけないですよね。そして最後にディレイ。このこだまする感じ、こだまきよしです。アタックちゃん。ディレイをかけるとやりがちなフレーズ、これいつもやっちゃうんだよな。アタックちゃんどんごん、ちゃんどんごん、どんこにし。続いては録音機能。皆様の想像通りの機能です。練習したフレーズがちゃんと弾けてるか確認することができたり、いいフレーズが思いついた時に忘れないように保存することができます。ちなみにこういうこともできます。牛乳と卵と納豆を買いに行く。ちょっと物忘れが多い人にはおすすめの機能。続いては練習。この中でおすすめな2つを紹介します。初心者の最初の壁と言っていいんじゃないでしょうか。コード変化。これが難しくてギターをやめちゃう人も多いみたい。弾けたら次のコードに切り替わります。そんで間違うと、もちろん次のコードに切り替わりません。そして正しいコードを弾くと、よくできてる。続いてはストラミング。これは弦を弾く右手の練習です。それでは早速やってみましょう。種類が豊富ですが簡単なやつ。まずはゆっくりなリズムで練習していきましょう。早速間違った。気を取り直してもう一度。ダウンダウンアップダウンダウンアップダウンダウンアップ。小玉清です。ダウン
ダウンアップダウン、チャンドンドン小西。おお来た来たぞ来たぞ、おお来た来た、来い来い、チャンドンゴン来い、チャンドンゴン来い、あと少し、来い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 、決めろ決めろ決めろ、あー、え、嘘だろ、ビッグ確定だ。この演奏は後で紹介するループ機能を使って一人で弾いております。練習が終わった後に終了を押すと褒めてくれます。機械が褒めてくれても嬉しいのよ。褒められたからまたやろうかなって思っちゃう。こういう気持ちにさせてくれるのが初心者にとっては大事なんですよ。他にアルペジオの練習などもあります。その他にもたくさんの練習メニューがあります。ひたすらアプリを使ってギターの練習、これめっちゃ没頭できますよ。しかも褒めてくれるのよ。続いては学ぶ。この機能では音楽に合わせて譜面を見ながらギターをレッスンすることができます。こんな感じでデモ演奏を聞いてもらって、その後はギターの音を抜いて自分がギターをプレイします。ではやってみましょう。お、今度はスタッフさんミスしてない。ほんとあの人これ何回目。有名な曲もたくさん入ってて、それを練習して少しでも弾けるようになったらギターってめっちゃ楽しいなって思います。ふぅ、決まった。続いては創作。音をどんどん重ねていくループ機能です。活かしたビートを選んであとは弾くだけ。まずはベースライン、サイドギター、バッキングギター、リードギター。活かしたフレーズができたらコミュニティにアップしちゃおう。紙飛行機のマークを押して投稿をタップ。このミュージックの名前を決めて投稿。さっき投稿したミュージックにいいね気だよってなると、また作品作っちゃおうってなっちゃいますよね。ほんとこのラバミープレイさん、弾かせるのがお上手。続いてはランキング機能。簡単に言うと、いっぱい弾いた人ランキング。こうやって頑張ってる人がいると俺も頑張ろうかなってなっちゃう。ほんとラバミープレイさん、弾かせるのがお上手。最後はホーム画面。今までどのくらい弾いたのか、自分の作品、いいね、フォロワー数なども確認できます。いいでしょ。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これからギターを始める人、一旦挫折したけどまた弾きたいんだよなっていう方に特におすすめのギター、ラバミープレイ。とにかくギターが弾くことが楽しいと思えなきゃ練習も途中でやめちゃう。だけどこのラバミープレイギターは初心者に役立つ練習機能が充実。他にもエフェクトや音楽に合わせて練習する機能、適当に作っても楽しいループ機能、そして初心者に特にいいなと思った機能は、いいねをくれたりランキングを見たり一緒に頑張ってる人が分かるコミュニティ機能。とにかくとことん楽しんでもらおうという気持ちがこのギターの制作者から伝わります。現在このギターは幕開けにて応援購入することができます。種類は2種類ありますが、私が使ったのはラバミープレイです。他のとギターの素材や機能、価格などが違うので気になる方はチェックしてみてください。俺たちの時代にはこんなのはなかったっぺ。ギターがなかったからシャボジに輪ゴム貼ってペチペチやってたっぺ。ということで最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくです。それではこの機能もうちょっとなんとかしてほしいなっていうのを今からお話したいと思います。練習の機能でコードの切り替えがあったと思うんですけれども、これがコードを弾かないでも反応しちゃうっていう問題です。例えば C コードをジャラーンって弾かないといけないのに、 C の音の単音だけで反応してしまいます。こんな感じ。あくまでもサポートの役割と思っていただければいいかなと思います。またバージョンアップで変わるかもしれないですしね。ということでよろしくお願いします。